ドル。今やトップアイドルグループに成長した AKB48、 その姿をテレビで見ない日はない。この番組は毎回人気メンバー一人の一日を完全尾行、アイドルの素顔を覗き見る600秒の映像記録である。 AKB600 セカンズ。今回私生活を覗かれるメンバーはチーム K 峯岸みなみ17歳、ニックネームみーちゃん。 AKB 結成時からのメンバーである彼女はバラエティでもトークの中心となる頼れる存在。現役女子高生ながら大人びたしっかり者、峯岸みなみのプライベートを覗く。峯岸を発見したのは原宿。どうやらオフの時間らしい。普段大人びた峯岸は若者の街でどんな表情を見せるのか覗く。あ、かわいい。わあ、かわいい。楽しい。さすが現役女子高生、早めのランチに選んだのはクレープ。どうしようかな。ハムチーズ、シーザーサラダ、マヨチキン、ツナマヨチキン。どれにしようかな。天の神様の言う通り、アベベロペ、鉄砲撃ってパンパン、もう一つおまけにパンパンパン。やだ、それはやだ。卵乗りました。今乗りました。あ温玉、ね、温玉乗りました、ね、いやありがとうございます。いただきます。うわまあとりあえずご飯。一番大事な温玉がいなくなった。私が一番楽しみにしていた温玉。80円、80円買うか。しょうがない、すいません。温玉落としちゃって買うので、もこれに乗っけてもらってもいいですか。いいですよ、大丈夫ですよ。いいですか。すいません、80円払わなくていいんですか。すいません。ごちそうさまでした。温玉のお姉さんに何かあげようかな。なんもないや。渋谷だ。若者の街。渋谷で峯岸がまず入ったのは古本ショップブックオフ。原宿で意外にも女子高生らしい姿を見せた峯岸はどんな本に興味を持つのか覗く。あった。まず直行したのは写真集コーナー。わー、かわいい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 です、かわいいです。いやー、みんな綺麗な顔してるわ。なんだろうね、この可愛さ。このポーズ素敵。みんな結構ナチュラルめなんだよな。ポーズっていうポーズかな。こじはる。参考にならんの、こじはる。
続いて漫画コーナーで立ち読み。ここでも女子高生らしい素顔を見せる峰岸、少女漫画を熟読。そして20分後、立ち読みで涙。さすが現役女子高生、乙女心は忘れないな。本日は3階コミックフロアにおきまして、大人コミックの200円禁止セールを行っております。大人コミックってどっから大人コミック？ツッコミ心も忘れない。これ買おう。200円、綺麗なの。ありがとうございます。再び渋谷の街を歩き始める峰岸。ご飯、お腹すいたぜ。またご飯。さすが17歳、恐るべき食欲。と、ありがとうございます。ありがとうございます。ノースリーブス大好きなんですけど。本当ですか？8月に、そうなんですよ、新曲が出るので、はい、買ってくれるんですか？はい、ありがとうございます。はい、あの、AKB、 ありがとうございます。かわいい。顔ちっちゃい。超子だ。いや、全然。本当目でかくない？いや、リタのともみちゃん可愛いですか？リタのともみちゃんはもちろん、それはもう一流ですよ。トモチン推しですか？はい。誰推しですか？トモチン。2人して、ありがとうございました。はい。そうです、ありがとうございます。これからも3番目ぐらいに応援してください。2番目に応援。2番目です。ありがとうございます。2番目でよろしくお願いします。はい。あ、いいですか？大丈夫。AKB どう思いますか？可愛いですね。あのノースリーブスっていうのもやってるんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、本当ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご飯。アイドル峰岸が早めのディナーに選んだのは、餃子の王将。今日も並んでますな。あ、いつかビックになって並ばないようになんないかな。峰岸が早めのディナーに選んだのは、日本一有名な餃子チェーン店王将。トップアイドルの庶民の味方王将での食事風景を覗く。どうぞ。いらっしゃいませ。ございます。4人前で。餃子4人前でよろしいですか？はい、ありがとうございます。それでも付き合わせるもう少々お待ちください。はい、お願いします。餃子ご注文の品以上だ。それ、はい、ありがとうございます。こちらでございます。よっしゃ、お待たせしました。でした。いや、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。924円。これ使っていいですか？はい、ありがとうございます。100円引きで824円でございます。はい、1000円で176円のお返しです。はい、どうもありがとうございました。
終了。